典型的なクラスの中心タイプって感じやね。あ、楽しそうな機械ならさっき見つけたにゃんよ。何楽しそうな機械って。妖怪ガシャニャン。お、あるんや。さっき俺っちが飛ばされた場所にあれとそっくりな機械があったにゃんよ。え、ここは USA ですよ。さすがにこんなところにあるはずが。でもあったにゃん。広場の向こうにある森に行けばわかるにゃんよ。森。それじゃあ本当に妖怪ガシャがあるのか確かめに行こう。おう。広場の向こうの森。広場の森で妖怪ガシャを探そう。ってことで。なにどこどこ。とりあえずこの、青にする。よし。んで、広場、広場。お、なんかキラキラしよる。ミュージックカードを手に入れた。何それ何それ。いいねいいね、いろんなものが。てか行ける場所がすごい広くてやっぱいいね。楽しいよ。マップ上移動してるだけで楽しいよ。はい、青。んで、広場これ？なんか今。お、反応している。妖怪の気配がする。お、いたじゃん。間違えた。これこれこれ。こいつこいつ。さあ、ほらほらほら。待てよー。待てよー。なんか可愛くないこれ。ねえ、結構可愛いよね、多分。あ、やべえ、こっちのダメージが。おしぇー。なに、どういう感じ？もっと近くで。空耳ズコを捕らえた。空耳ミズクが襲いかかってきた。空耳ミズク。いいね。なんかファービーみたい。おい、バトルスタート。空耳ミズクの地獄耳発動。いっけい。必殺技。ペラペラメラメーラー。何それ。お、やったね。何あれ、遊園地遠く。さあ、仲間には、ならないか？どうよ、空耳ずく。なんてことだ、仲間にならなかったじゃないか。せっかく見つけたのに。ふぅ。んで、広場の向こうの、森。ノースピスタ地区メリケンパーク。お。またしても何かしら反応があるけど、とりあえずは広場に行こうかな。妖怪ガシャやって妖怪、お、ガシャって書いとるし。なんか出るかな、新しい妖怪。お、キュッピーあるじゃないか。おー、ほんとや。これはまるで、初めてウィスパーと会った場所みたいな。ジバニャンが見たっていう妖怪ガシャっぽいのってこれ？てか、こんなとこまで飛ばされとったんや。そうにゃん、間違いないにゃん。確かにこれは、妖怪ガシャのような、そうじゃないような。ちっちっち。ただの妖怪ガシャではないぞ。誰？てか、ここだけなんかすごい綺麗に円形に。ミスター・ワンダホー。誰？あなたがミスター・ワンダホーさんでしたか。知っとんかい。え？ウィスパー、この人知ってるの？え、そりゃ、まあ、ワンダホーな感じの人なんじゃないですか？どんな感じ？またウィスパーが適当なこと言ってるにゃん。それはそうと、このガシャは一体何なんですか？これはドリームルーレットガシャ。USA にしかない特別バージョンなのじゃ。おお。ドリームルーレットガシャ？日本の妖怪ガシャと何が違うんですか？ルーレットじゃよ、ルーレット。これで当たりを狙うことができるんじゃ。あ、当たりを狙ってちゃんとやることができるんや。いいやん。USA のアメージングな妖怪ガシャ。それがドリームルーレットガシャじゃ。妖怪ガシャコインか、3DS 本体のゲームコインで回せるぞ。ドリームルーレットガシャはその名の通り、ルーレットになっておる。ルーレットが止まったマスによって当たりが決まるんじゃぞ。上画面のお品書きを見ればガシャの景品がわかるぞい。ガシャコインによってはお品書きが日替わりで変わることもあるんじゃ。ガシャを回すときはセーブされるぞ。覚悟を決めて回すのじゃ。USA の妖怪ガシャってなんかすごいんですね。さすがは USA。最高です。
USA! USA! これをお主にやろう。お、モモコインを手に入れた。プリチー族か。ありがとう。ミスターワンダホーさん。それでは、ドリームルーレットガシャを回してみましょう、ケイタくん。よし。何が出るかな？さあ、来い。ドリームルーレットガシャ。いいよね、ちゃんとこういう自分で、できるっていうのが。じゃあ、ルーレットスタート。さあ、来い。何これ、どうしたらいい？あ、私は何も動かさんのか。じゃあ結局は機械。身代わり人形を手に入れた粗品。せめてそこは妖怪が良かったよ。これが USA の妖怪ガシャ。やはり日本のとは一味違いますね。そうだね。実はこのガシャマシンにはさらなる秘密があるのじゃ。秘密？そのキーとなるのはドリームメダルじゃ。ドリームメダルは妖怪 YC チップを搭載した新メダルじゃ。このメダルでドリームベッドをすると大当たりのマスが2つも増えるのじゃ。さらに大当たりが出るとドリームメダルに容器を書き込める。書き込んだ容器は妖怪ガシャの容器解放から使うことができるぞ。容器には様々な素晴らしい効果があるぞい。ドリームメダルがあればガシャでも有利、容器もゲットでウハウハじゃ。じゃが実はドリームメダルがなくても容器をゲットできる方法があるのじゃ。お、何？容器の粒というアイテムを見たことはあるかの？ん？金の粒なら知っとるけど。それをわしに渡してくれればお主に容器を与えてやるぞ。興味があればわしに声をかけてくれ。ありがとう。わかりました。やりましたね。USA にも妖怪ガシャがあるならもう安心ですね、ケイタくん。この調子で妖怪メダルの数をガンガン増やしていきましょう。元はといえば、ウィスパーが妖怪メダルをなくさなきゃ。いっぱい妖怪メダルはあったのににゃーん。ぎく。そうだ、ケイタくん。わざとらしすぎやろ。この公園の近くに港があるらしいです。ちょっと行ってみませんか？無理やり話をそらしたにゃん。でもいいね、港。ノースピスタ地区の港を見に行こう。よし。港に行くなら川沿いを歩いた方が近いかも。あ、なるほど、こっちから行けるんや。別にどこを通ろうが私の勝手じゃないか。あ、キラキラしおる。古びたコインを手に入れた。古びたコイン、これ使えるんじゃない？ガシャで。やったね、ゲット。なんか、古代の妖怪とかが見つかったりして。古代の妖怪っていう表現がまたおかしいんやけどね。妖怪自体古代っぽい。お、ケータ。向こうの公園にみんな集まってるんだ。ケイタもちょっと来てくれよ。なになに、みんなって誰？はい。お、二人に紹介するよ。ケイタだ。最近この町で引っ越してきたんだって。よろしく。お、照れとる。はい。あ、こっちも女の子か。私はイザベラ。よろしく。あ、はじめまして、キャリーです。ケイタは俺たちと同い年だから、夏休みが明けたら同じ学校に行くんだろ？いいね、夏休みに友達ができるって。多分そうだと思う。やった。同じクラスになれるといいね。ねえ、学校行き始める前に友達ができるとかめっちゃいいやん。どいたどいたー。誰？何？何何何？ジバニャは一体何をしよん？うおー。ウィスパーの反応が。いって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 。マック、ちょっと大丈夫？この子か、第2章の題名になっとるマックって。もちろんさ。ん？マック？うん。ああ、マックは僕たちのクラスメイトでとってもすごいやつなんだ。よーし、それじゃあみんなで暴走自転車レースやろうぜ。何それ、なんか面白そう。うん、ちょっと気になるかも。典型的なクラスの中心タイプって感じやね。みんなドッジボールやろうぜみたいな。俺ケイタ、この町に引っ越してきたんだ。よろしく。お、無視。まさかの無視。こっちでは友達と握手をするんじゃ。友達じゃねえしって言われそう。あ？いや、俺とお前、まだ友達じゃねえし。お、本当に言ったわ。え、
みんなもなんか言ってよ。うわ、そして去っていくみんな。ケイタも来なよとか言ってくれたらいいのね、そこで。うわ、悲しい。みんな嵐のように去っていったけど。ケイタ。とりあえず気分転換に港へ行ってみましょうか。ね。まあ、しょうがないよ。自分が後から入ってきたんやもんね。ほらほら、きっと人気者の位置は、あの子だからダメなんだ。お、犬の散歩しおりやん。いいね、いいね。ははん、ここらは風が気持ちよくて、散歩にはベリーナイスなスポットだぜ。ほら見なよ。こいつも尻尾振ってベリーハッピーだって言ってるぜ。おじさんなんや。若いお兄さんかと。お、こんなところにロマンチックやね。虹色ジェリービーンズを手に入れた。うん、手に入ったものは全然ロマンチックじゃなかったけど。いいね、いいね。綺麗な海やね。いや、そんな綺麗じゃないか。沖縄ぐらいなんかちょっと透き通った感じの海がいいかな。直接は見たことないけど。港に到着でウィス。にゃーん。港に吹く風って、なんでこんな気持ちいいにゃん。いやー、それにしても大きな船が止まっていますね。いいね、いいね。あんなでっかい船、一体どんな人が乗ってるんだろう。世界一周旅行とかしよるような人かな。ん？なになに？知り合い？知り合いとかおらんか、USA やもんね。なんか、お嬢様って感じがする。お、ジバニア何してんの？こけたけど。え？なになになに？ごきげんよう。こんにちは。あ、ジバニアはあの子が気に入ったのね。すごく綺麗な人だったな。これから関わってくる感じかな。ケイタ君どうしました？顔真っ赤ですよ。あ、ジバニア戻ってきた。なんでもないよ。ほら、もっと近くで船を見てみよう。お、この人なんか肌の色が違うぞ。おう、少年。すっごく大きい船ですね。おーや、グレートだろ。はい、こんな船初めて見ました。ケイタ、他の船も見てみるにゃん。そうだね。なんか遠目に見たらあの人、肌の色赤いのにね。ああいう望遠鏡とかいいね。やりたくなる。え？あの特徴的な頭は、何？知り合い？こういう望遠鏡って大抵100円とか使うよね。誰？もしかして、ご用田さん？え、マジで？君は消えた捜査官。まさかこんな場所で会うとはな。どうしてご用田さんが USA に？ほんとよ。ウォンテッド妖怪を追って、はるばる USA までイカダで来たのだ。イカダで？イカダで？どんな体力してんですか？無理やろ。あと、ウォンテッド妖怪って。よくぞ聞いてくれた。さすがはケイタ捜査官だ。ウォンテッド妖怪とは日本よりも広い、この USA で悪さを働く凶悪な妖怪たちだ。まあ要するに、日本にいた指名手配妖怪に USA 版ってわけですね。悪い妖怪を捕まえるのが俺の運命。そのためなら USA になってくるさ。そしてまた君と出会った。これもまさに運命だ。よって君をウォンテッド妖怪、潜入捜査官に任命する。また勝手に任命を。ウォンテッドアプリを手に入れた。悪さをして USA の街に逃げ込んだ妖怪。それがウォンテッド妖怪だ。そんなバットの妖怪を放っておけんよな。怪しい妖怪は君が捕まえるのだ。逃げる妖怪を捕まえるとバトルだ。バトルに勝利すれば逮捕となるぞ。ウォンテッド妖怪を捕まえられたら、君にウォンテッドポイントを与えよう。このウォンテッドポイントを貯めると、様々なアイテムと交換できるぞ。ちなみに、この私に声をかけてくれたら、奴らの潜伏期間を教えてやるからな。まあ、またお会いした時点で、うすうすそんな気はしてましたけどね。おっと、いかんいかん。そろそろ時間だ。警察署へ向かわねば。警察署って、ご用田さん警察官になったの？では失礼する。答えろや。え、しかもそっち行くんや。こっちに来たのはわざわざ話しに来たってこと？
てっきり橋の下を通ってどっか行くんかと思ったよ。ちょっと様子を見に警察署へ行ってみましょう。でも様子を見にって言っても、ご用田さんより早く着くんじゃない？ねえ、だってあの人まだ今から、あのイカダをどこかに止めて、警察署へ向かうわけやろ？お、待って、ここちょっと信号を渡っていく。よし、ああ、ちょっとぐらい横断歩道それたからって、そんなブッブーとか鳴らさんでいいやんか。細かいな。ね。あ、やべえやべえ。どの辺？市役所があっこにあるけん。この辺に。市役所があるけん、警察があるとは限らんけど。お、さすがケイタくん。ちゃんと青信号で渡りますよね。当然だよ。ルールを守る良い子にはきっといいことが起こりますよ。私的にはずっとそのつもりなんやけどさ。なんか、チラッと。チラッとさ、横断歩道の上からそれただけでなんかブッブーとかなるけん。細かいよ。現実そこまで細かくないよ。多分。お、これは？ここ、あ、赤信号だった。でもブッブーってならんかったね、今回。ここはじゃあちゃんと渡る。よし。どう？いけるね。はい、それない、それない。オッケー。何この角度？めっちゃなんか真上から見るやん。そして、ここは普通に渡っていいんか。オッケー。ん？ここ？ん？この辺じゃないの？警察署。こっちか。ハリボテ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。